朝のルーチン心理学。今日は日差しはそんなに強くないんだけど、風がなくてなんか蒸してる感じ。いよいよ本格的な夏がやってきたのかなと。これはね、グラジオラスのね、残骸。三島最古、まだね、今日も咲いてるけれども。ランタナが咲いていて、柿は、ここにも、セミの抜き殻。影になって見えないか。柿ね。柿。柿の実は一個だけみたいね、今年もね。去年も一個なったんだけど、結局食べないでね、終わっちゃったんだけど。おー、すごいね、レモンバーム。もう、まあ、ね、ほぼ最近何もっていうぐらい手をつけてないんだけどね。おー、セミが飛んでいる。おお、このロウバイももう切った方がいいかな。おお、蜜葉がしなびている。水をあげないと。このプランターはね、ちょっとやったんで、まだ、しなびてないけど、やっぱり水をやらないプランターはね、鉢は、しなびちゃうね。これも白がもうしなびてる。ウコン、春ウコン。春ウコンが、ギュランタの花を隠してるっていうね。いや、今日は暑いわ、本当に。やっぱ風があるかないから全然違うね。今日もね、納豆の薬味にね、シソを取って入れて食べたんだけど、もうシソもね、パサパサカサカサみたいな感じでね。納豆と会えるから食べられるけど。この辺りのね、シソ。ね。結構パサパサなのよね。ウザメガシの血痕も伸びてきて、お、アシナガバチ。ここに巣があるんでね、どうだろう、かなり大きくなってきてると思うんだけど。おー、大きいね。大きくなってきた。わかるかな。ねえ、アシナガバチの巣。まあ、刺されないように気をつけないとね。といったところで、今朝もニアは気持ちいい。